クリスチャーノ・ロナウドルール、やらないことがバズる。サボる40歳に近い現在でも、練習が終わっても居残り、練習を続けて、万全の体制を整えている。コーラを飲まない、普段の食生活から、砂糖と炭酸飲料は控えていて、スポンサーの記者会見では、テーブルに準備された、コーラをどかしたことである。この直後、コカ・コーラの株価が、4500億円急落した、タプー1年に2回の献血を行っているため、タプー入れない。タプーを入れると、感染症の恐れがあるため、一定期間は献血ができないためだ。インスティチュアがアルコールが理由で、亡くなっているそのこともあり、ほとんど飲まないという、頑張っている、人を笑う、日本人ファンの少年が、ポルトガル語で必死に質問した時に、その拙さに笑いが起きたが、シー・ロナウドは、なぜ笑うんだい、彼のポルトガル語は立派だよと少年を擁護した。子供のポルトガル語を笑った記者たちに真剣に何がおかしいのかとたしなめたのはマジかっこよかったよ。不遇な家庭環境だったからこそ、家族のために自分を大切にしてる超貧困家庭からここまで成り上がったのはすごいわ。献血って、昔のチームメイトの子供が白血病だったから、クリロナが自分の血液と骨髄を提供したのが始まりだったよね。ポルトガルで大規模な山火事が起きた時に、被害者全員の治療費を匿名で支払って、後にお姉さんがインスタかなんかで漏らしちゃって判明した話だいす。かっこいいバレ方やな。バロンドールの受賞式で、成功の秘訣は何ですかと聞かれ、どんな才能も努力しなければ、ないのと同じですと答えてぼれたわ。チームメイトが練習後ロナウドに、うちでランチしてかないって誘われて、さぞ豪勢な料理だろうなと、ワクワクしていったらサラダとか、ヘルシーな料理と水しか出なくて、その後トレーニングしようって言い始めて、プールで泳がされたって話が好き。コーラより水の一言で、一企業の株価を4500億円も損失させる影響力よ。サッカー選手というより人間として尊敬する。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。